パーチャマでございます。また1分後に、今ね1時59分、2時だから、まあ普通に考え去年と一緒だったらメガパック、今のところ11時0時1時は、去年と同じように来てるんですけども、まあ、どうなることやらと待機しておきましょう。まあ明日、まあ本当に明日の10時ぐらいまでで割と全部出ちゃう感じなのかな。それ以外はもう、まあレア選手パックとかも悪くない、ジャンボレア選手パックとかいいのか、ジャンボレア選手パックいいね。そうだね、2時かメガパックで、3時が熱い、ジャンボレア選手パック。はい、あと5秒、あと5秒いきましょう。カウントダウン OK ということで、はい、2時なりました、2時なりました。はい、プロモパックメガパック、あ、4か4ね、 OK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 、 一緒だ、メガパックで、これは多分選手、あ、来た、光った、アイテムも入ってるやつでしょ、あ、サラか。まあ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 。で、この辺を転売してパーパーしていくと、ちょっと安くなってそうですね。やっぱいっぱい出てる分。いっぱい出てる分安くなってんのかな。まだ1万円はいくか。なんかあれだね。でも、時間、去年ほどさ、もう、あの、ワールドリミットとかは、ない感じなんだね。で、なんだっけ、遺跡リストがマックス80かなんか100だったっけな、しかできないんですけども、これやってたら遺跡リストね、めっちゃパンパンになります、すぐで。僕遺跡リストが80もうパンパンでパック引いて、でそしたら遺跡リストに送れないんでオークションにかけられないんですよ。でポグバをね、泣く泣くクイックセルしたっていうのがあったんで、アルゼンチン CB よう出てくるよ、オタメンちゃんは。だこれはね、あの、本当に高く売れるやつだけ、遺跡リストに送って、あとはクイックセルっていうのが、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思います。これ4つでしょ？あと3つだ。微妙だね、マジでね。微妙だね、これ本当にね。いやー、あと2。あと2だね。でも2回連続ピカーンは来てるから、なんかいいの来てくれないかなと。来た、3連続ピカーンよ。で黒かったら TOTW、 うわ、あ、 CDM、 いやいい当たりが来ないですね。いい当たりが来ませんな。だから僕の場合はもうめんどくさいんで、で時間との戦いとかにもなるんで、もう焦って打っちゃう分にはもうしょうがないかなみたいな。なんで、あの、総合値80以上だけ残して、転売して、転売というか売却、普通に移籍させて売却して、で、残りは、もうクイック売却してました、去年はね。もうちょっとね、その辺をうまくやれば、コインには変わると思うんですけど、何よりやっぱり、アイコン選手とか、うわー、雑魚の来た。薄っぺらいの来たら終わりですから。ただの雑魚ですから。まあ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 。なんとなくね、選手もこいつは売れる売れないっていうのも分かってると思うんで、そういうのだけ弾いてね、で80以上でも売れない人はパーパーですんで、こんな感じか。プロンパックお疲れ様でしたということで、また1時間後に会いましょうということで、もうこれが24時間っていうか、明日か、もう日付変わって25日の土曜日だから、明日の夕方16時までかな、うん、サイバーマンデーまでだから続きますんでね、違うか、明日の10時までで、でサイバーマンデーが月曜日の23時から16時まで、でサイバーマンデーよりはブラックフライデーの方がいいんで、ぜひサイバーどっちにしようかなって思ってる人はサイバーマンデーじゃなくてブラックフライデーに入れてみましょう。僕は去年これでレア、メッシュ引いたんでね、行きたいと思います。さようなら。パー、ああ来ましたよ、マジで。3時、もう3時さあ、なんだ、おー、レア選手、レア選手パック、あれ、ジャンボレアとかじゃなかったっけ、レア選手パックか。まあいいか、これもまあ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 ですよ。
CM モドリッチ、あ、バルサ、ラキティッチボンバー、あ、ウォークアウト、飛ばしちゃった、アラキティッチかと思って。ラキティッチっていくらで売れるんやろ。割と良くないでも、まあ3万、4万いかんか、この辺か。じゃあまたは3000ぐらい、この辺がパーパーしていけばいいんだけどね。とりあえず遺跡リスト入れとこう。この辺売れなさいけどな。81とか82以上かな、これわからんで。もう眠いで。このパック、あ、これあれか、ワールドリミットが11,583 パック。え、なんでストアに、え、もうなくなってる、もしかしてなくなってるパティン、え、待って、マジなくなってるパティンですか。うわ、もうなくなってるわ。1回しか引けなかった、マジで。え、ちょっとなんかあんまいいパックじゃないみたいな思って行かなかったけど、もっとさささっと打ってやんなきゃいけないんだね。地獄ですな。はい、また1時間後です。パー、あ、顔もテカテカじゃ。4時、あと30秒、何が来るか分かんないんだよな。なんか大体5時6時で12時、また夕方6時、あ、夕方6時ないのか、で夜の22時とかそんな感じで来てたのに、さっきの変化球でもう分からん、もう何が来るか分からん、もう起きとくしかない。5、4、3、2、1、アルティメット来い、アルティメット来い。もう演出とかね、見てたらダメだわ、マジで。うわ、ジャンボレア、来た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 、2000円だよ、2000円。これもう見ないから、俺演出見ないからスキップするわ。で、星、いや、できてない、ちょっと見たいな。でも演出、演出見たいけど、そんな時間ないから。誰が来るんだ、うわー、ハンダのこの辺だけ持っといて、で、あともう全部売ろう、もう全部売ろう、もう引けるだけ引く、引けるだけ引く。5回で1万円やば。2000円来た、ジャンボレア、最高の選手に特化したアイテムが1つ。選手だけでしょ、選手だけでしょ、ちょっと演出でも見たいね。いや、どうしよう、あ、この光の感じで見る。ブラジル CDM、 あー、まあ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 、ちょっとね、これ、いや、これ外れだわ、分からんわ、もう見てる暇ない、見てる暇ないよ。この辺絶対高く売れるんだけどな、もうクイックするしかねえんだよ。俺もうさっき7万だったのにもう4万だよ。ちょっと演出見てられないわ、演出見てられない、引く、とにかく引く。あー、なるほど、この辺いいや、で取っといて、あとクイック。さっき4万だったよね、次どうなってるか。もう1万だよ、あと2回引く、あと2回、あと2回お願いします、あと2回お願いします。ちょっと演出も見ないわ、演出も見ない、なんか来といて。おお、いや微妙かな、いや微妙じゃね、あ、バルザリーのか、え、ちょっと微妙だね。クイック、あと1回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 、お願い、来てる、あ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 る、ええ、終わった、終わった、マジか、終わった、バー、ちょっと待って、ちょっと待って、いや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 、マイクラブゴールドで、この人が一番いいの、微妙やな。いや、ちょっと待って、ハンダノビッチか、あ、こっから売れないのか、この画面から売れないから、チーム入れなきゃいけないからめんどくさいから、マイクラブから見るしかない。いや、結構微妙じゃない、2000円で割とパーパーだよね。この人がまあ1万円ぐらいでしょ、売っていくと。いや、もう140万も増えてるからね。メッシ、デヘア、ポグバー、そろそろハンダの、ハンダのビッチってどうなの、1万円ぐらいにはなる、高っ、あ、4万来たよ、さすがやな。でもセリエ最強はペリンだって言われてたけど、あ、ダビド・ルイズどうしよう。いや、でもダビド・ルイズはないわ、ダビ、お、高っ、うろ、ダビド・ルイズはね、ちょっとね、攻撃的すぎて嫌なんだよね。守備の人は守備に残っててほしい。バルザリ2万ぐらい、
うわ、え、あ、1万ちょっとか。で、デレアリも高いでしょ。ペドロ、ペドロ微妙やな。5、6000円いくかな、わかんないけど。これ売っていくと、アリー。まあ、ここ急ぐ必要ないんだけどね。ここは急ぐ必要ないんだけど。あ、もう4万ぐらい ?6 万、あ、でも6万入ってたのかな、あれ。即決だったのかな、アドリス。はい。いや、これは、あ、でも4000円ぐらいつくんだ。ファビーニョどうなの、ファビーニョ。マルキーニョスとかも、まあまあ微妙。あ、まんじゅうキッチ来てるやん。あれ、俺まんじゅうキッチ持ってなかったよね。あ、クイック売却じゃない。危ない危ない危ない。ファー。あと、だ次が、だから6時、7時が、アルティメットかな。なるほどな。また、あと1時間後に会いましょう。パー。バーチャマでございます。先ほどもそうですけど、そんなに弾けなかったということで、あのスケジュール通りに行っとけばアルティメットパックが来る時間5時になりました。あと8秒ですね。5、4、3、2、1。ちょっと早かったですね。もう演出は見てられないよね、さっきの感じで言えば。アルティメットが来た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 、アルティメット来た。え、10万パック。ちょっと演出マジで見ないわ。演出マジで見ないから。演出マジで見ない。アルティメット、いや見ないから、光だけ見ようかな。光がどんなんだったか、どっだけ見た方がいいかな。いやいや、またて、わらわらだわ。もうこの辺でいいや。で、あとはもういい。サウルもね、大好きだ。うっちゃ、いや、いいからいいからいいから、もう処分してくれ。あれ、俺間違えてクイックしてない、いいやつを。あれ、一応今いいやつをクイックしなかった。いいや、もうそんなこと考えてられないわ。アイコン引きは終わり、アイコン引きは終わり。よし。いや、普通やな、普通やな、普通やな。いやいや、青い光を見せろ、青い光を。青い光を、はい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 。こうでしょ。いいね、いいね。で、これだよ。あー、多分処分。あれ？俺もしかして処分しちゃってない？どうだどうだどうだ。まあいいや。まだいける、まだいける、まだいける。あと3行こう、あと3行こう。もう1分経ってないのに、半分近くパーパーしてるよ。お願い、アイコン、お願い、アイコン、お願い。マジで、2500円だよ。うわ、微妙。え、マジで爆死してんじゃん。おいおいおい、どうなってんだこれ。ちょっとあと2回行こう、あと2回引こう。あと2回引けば何かが変わる。俺が世界で一番の大五郎ロナウド、マジで来い。大五郎ロナウド、マジで来て。光、いや、もう見ない見ない見ない。もう数が大事だから。アイコン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 来てないね。いや、マジ爆死してんじゃん。え、何これ、何これ。え、クソ爆死だよこれ。このまま行ったら、え、あと2回ぐらい引けるかな。え、クソ爆死なんだけど、マジで。もう2万7000でしょ。いや、見ない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 。ウォークアウトとか見たいけど、はい。いや、だから、いや、85植えて、いや、微妙すぎない？微妙すぎない、それは。マジで。ラス1。ラス1お願い。お願い。ラス1お願い。いった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 。最後これラス1だから演出見よう。まあ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 。いや、微妙いから、マジで。いや、微妙いから。マジで言ってんの？ 5 回ぐらい。いや、マジで爆死じゃん。やばくね？ちょっとあと1回引けないかな？お願い。もうなくなってるでしょ、でも。いける、いける。お願い、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 お願い。よ、来た！いった！最後、ラスト。マジでラスト、これ。お願い。マジで光って。いや、ほんとに。光り方がゴミ。イタリア、CM、ユベントス、パリ・サンジェルマン。あ、ベラッティか。あー、ウォークアウト来たわ。いや、だけど俺が欲しかったのは違うんだと。パーパーやで、これ。あ、ペペ来てるじゃん。あ、ペペ来てるじゃん。あ、これ割とマシだね。いや、だけども爆死してますやん。6回ぐらい、俺6人。だから1万5000ぐらいがもう消えた。やばいね。あれ、最後の10パックって何だった、あれ。350円。いらいな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 。マジで、マジで。バーチャマでございます。いよいよ6時、もう酒飲んでます。チャマでございます。あと5、4秒。3、2、1。はい、6時になりました。アルティメット来い、アルティメット来い。引かしてほしいね、アルティメットね。どうなの。いや、来た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 。
もういっちゃん行こう、もういっちゃん。で、これでね、ようやく寝れると思う。もう見ないよ。あ、いい感じなんじゃない、これもしかして。いや、微妙だって。もうね、売れる売れない関係ない、もう全部クイック、全部クイックしていこう。そういう、あ、もしかしてかぶりの選手後ろの方にいるやつ全部俺クイックしてるかもしれないな。もう見ない。何枚引けるかだから、何回ボンバーできるか。おっ、微妙だから。あ、ミュラー、コウチーニョ、ほとんどかぶりいない。あ、まあそっか、いたとしたらめっちゃいい選手なんだよね、確か。俺も、もういいやつ、使うやつしか持ってないから、もうあと売ったからほとんど。え、あ、全部引けるんだ。あ、個数決まってるやつ。演出見ていいじゃん。パー黒。アルゼンチン ?ST? え、あ、イカルディか。87、ウォークアウト来るの。え、あ、来たー。いやいやいや、来たね。見れたやん、これ。見たらよかった、ゆっくりと。4つ引けたんやんね。イカルディいくら ?20 万ぐらいになる。10万ちょっとか。まあ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 、ディマリア来た。いいじゃん、いいじゃん。あれ、バレンシア来てるじゃん。いいじゃん。悪くないじゃん。ショーとかってどうなんだろう。ラスト、ラスト、アルティメット、この後どうなんだろうな。続くのかな。来い来い、アイコン来て。マジで来ねえな。アルゼンチン CB、 ええわ。スケラーの来すぎやから。なんか84以下がめちゃくちゃ多いね。まあとりあえずアルティメットこんなもんか。4回引いてね。っていうか普通にクイックじゃなくて売ればよかったね。パーパーやな。で、一応今までの予定だとこのあと7時にプライムゴールドパック、メガパックで、9時にレア選手パックで、アルティメットパックが12時で、アルティメットパックが1時、昼のね。で、最後に22時アルティメットパックで、まあ、去年ね、去年だ。まあ朝の、まあ夜更かしの部はこれで終了かなという感じでございますね。にしてもだね、わからないけどもどうなんだろうね。わかりませんが、まあ昼来るだろうと思って備えてもう寝るしかありませんね。とりあえずここまでを動画にしようと思います。さよなら。あなたのブラフラライフはいかがでございましょうか。俺はゴミばっかパー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。